さて、千曲政治説明の公費飲食事件についてですが、今般、長野市議会から逮捕者が出たことは誠に残念遺憾でございます。昨年3月に倉野達人前議員の飲酒運転があり、12月には千曲政治説組合における公費飲食が明らかになり、そして今年の1月には大出容疑者の犯行があったという。この間には3回の市議会の信用失墜の問題があったということで、市民に政治の信頼性が問われている局面かと思います。そこでお伺いしますが、千曲衛生施設組合の歓送迎会に市長が部下を代理出席させ、組合予算から飲食費が公費として支出されていたこの件について、3月議会で質問いたしました。千曲と榊の協議の上でというお答えでしたが、その加藤市長はこの不適切な支出である公費を返納されたのかどうかについてお尋ねいたします。お答えいたします。3月議会以降、千曲市、榊町と協議をしてまいりましたが、千曲衛生施設組合事務局が改めて弁護士に確認したところ、公職選挙法違反の可能性があることから、自主返納は見合わさざるを得ず、返納はしておりません。公職選挙法違反じゃないかというのは、私が2月には、ね、もう指摘しているんですよね。ですから、それ以外の方法でということで、その時も申し上げました。自主返納は寄付行為に当たるのは、もうこれはね、公職にある人であれば、誰でも判断つかなければいかない問題であります。そうではなくて、債務が千曲衛生施設組合にあり、その弁済を行うという理論付けであれば可能かと思います。市長に改めてお伺いしますが、公費飲食したお金を返さなくて、ああ、よかったと思われているのか、それとも返したいと思われているのか、伺います。3月委員会でも申し上げましたけれども、昨今の社会情勢に鑑みますと、長野市を含めまして、組合執行部の配慮が不足していたということは大変反省すべきだというふうに考えております。返納はできませんけれども、今後、組合の運営の中で、しっかりと市民の信頼を築くよう、答えていきたいと思っております。以上でございます。いや、そういうことを聞いてんじゃなくて、市長としては返したいと思われているのか、そうでないのかということです。配慮が不足したということでございまして、基本的に返せれば返せると、返したいということでございます。